む隠し通路か。プラン B、なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進め。どういう意味だそれ。ここから先へ進めると思うな。関連しろ。中継スタンプを頼んで隠し通路を教えてくれるぜ。これか。
出番だ。はい、行くよ。そこ。いや。これでいけんだろ。今のうちに叩く。
の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に追ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはね。ガッハ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 ッでも、さっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えならなんだ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。面倒だぜ。今さら。ここを抜けりゃ5番マゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが5番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は F、G、H ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトでマコールの近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。